そう、画面を見ているお前も同じだ。我々の稼働メカニズムに相反し、それどころか異なる四次元座標に身を置くそこのお前。慌てるな、俺もお前と同様に選ばれし者の一人なのだからな。今この瞬間からお前と俺の運命は完全に一つとなったのだ。面識なき選ばれし者よ、これだけは覚えておくがいい。我がフーライン・キョーマン。もう一つの世界線、いや世界線を越えし狂気のマッドサイエンティストだ。俺たちの次なる目的地はユーラルクラウドだ。ひえ今の私たちって一体どういう状態にあるのかしら。世界線や時間が変動しただけじゃない、それどころか身の回りは現実ですらない。この状況すごく興味深いわね。作戦モードへの切り替え完了。マヤシーが教授にジューシー唐揚げナンバーワンを持ってきてあげたよ。電子レンジで温めればじゃ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 ーん。おいしそうな唐揚げの出来上がり。岡部が勝手にそう呼んでるだけ。マヤシー大丈夫。私はクリスティーナじゃないし、ザ・ゾンビでも助手でもない。止まってる。マヤ、おかしいの。こんなところで倒れたく。これよりオペレーションミネルバを開始する。すべてはシュタインズゲートの選択だ。エロ、クサイ、コングル。俺の名はフォーウォーイン・キョーマン。我が戦友よ、お前に力を貸そう。ビクトルコンドリア大学脳科学研究所所属研究員、マキセ・クリスです。よろしく。オアシスの教授、てってれー。ラボメンナンバー002のマユシー隊員、オアシスに到着。教授、何かあったの？何か問題を抱えてるなら相談に乗るわよ。マユシーはメイド服に着替えるね。どっかの掲示板で見たような気がするな。私の名はウンディーネ教授。